今回ご紹介いたしますのは、今これ地上波流れてるんですけれども、AI ボックスでの地上波の見方ということでご紹介をいたします。お問い合わせが多くあった件として、今話題になっております、ポッドキャストの PCS35。こちらは以前も動画でご紹介してるんですけれども、HDMI 入力、それから出力、両方ついた画期的なポッドキャストとなっているんですけれども、これで地上波を見る方法ということで、お問い合わせを多くいただいておりましたのでご紹介をしていきたいと思います。まずどのような機材を使っているのかということで機材のご紹介をまずします。まあ、こちらポッドキャストの PCS35 HDMI の入力端子を使いますのでこの機能がまず必要になります。それからこちらになります。こちらはマックスインさんの商品でして地デジチューナー、これはアンテナが4つ使えるタイプのものになっているんですけれども、私の方は今南関東に住んでおりまして、アンテナ2つでも全然受信感度としては高いものになっていますので、2つ後方につけています。それからもう一つ重要なのがこちらです。このコンバーターを使っております。で、このコンバーターは RCA 側インプット、HDMI 側がアウトプット。で、さらに、解像度が調整できるものになっています。720p と 1080p とついているもの。これが必要になりますので、私自身これを使っております。配線の仕方は、この RCA を使っています。この HDMI 出力ももちろんついているんですけれども、これをなぜ使っていないかっていうのも後ほどご紹介します。で、こちらから出力されて、こちらのコンバーターに入力されます。で、ここに入力されたものが、また HDMI としてアウトプットされて、こちらの PCS35 の入力端子に入る。それによって、地上波を映し出していると。そういったつなげ方になっています。で、次なんですけれども、疑問に思ってらっしゃる方すごく多いと思うんですが、なぜ、この HDMI 出力がついているにもかかわらず、わざわざ RCA を使って、さらにこのコンバーターを使っているのかということになるんですけれども、そちらをご紹介していこうと思うんですが、結論から言いますと、HDMI 出力から直接 PCS35 に入力してしまうと、地デジが映りません。なので、あえて、RCA ケーブルから出力して、コンバーターに入力させて、で、1080p の解像度の設定のまま、RCA から HDMI 出力にされて、オッドキャストに入力して、地デジを見るといった、そういった使い方をする。そうすることによって、オッドキャストでも地上波が見えると、まあ、いうことになります。解像度としても特に問題なく、非常に綺麗に映っているというのが、地上波になってしまうので、著作権の問題もあったりするので、モザイクをかけざるを得ない状況ではあるんですけれども、特に問題なく非常に綺麗に映っているのがお分かり、実際に使っていただければお分かりいただけるんではないかと思います。HDMI 入力にした場合、じゃあどうなるのっていうのをお見せしていこうと思います。それは非常に簡単でして、単純にこちらのケーブル、これを、こちらに、はめ込むだけと、まあ、いうことになります。で、一度、オッドキャストをリセットします。皆様にお伝えしてなかったのが、オッドキャストも非常に大きな CPU 使っていて、パソコンと同様でフリーズすることもやはりあります。なので、リセットする機能っていうのがやはり必要ということで、私、このように、ここでリセットをかけるようにしています。で、いちいち配線をこう、抜き差しするのもめんどくさいので、このマックスインさんの3連のシガーライターソケットを使って、まあ、ボタンを押すだけでこうリセットをかけると。まあ、フリーズした時ですね。使ってます。で、これで実際に画面を見ていただくんですけれども、HDMI 入力の機能を使う場合は、こちらのアプリを立ち上げます。はい。そうしますと、こういう風になります。地デジチューナーから直接 HDMI 出力させて、オッドキャストの PCS35 に入力させてるんですけれども、
こんな形で映ってしまう。で、音ももちろん出るし、テレビも一応映るんですけど、画面はもう全然見れないといった状態になっています。で、これがどうにかできないかっていうことで考えたのが、先ほどお伝えしたやり方でできるということが分かったので、まあ、それでつなげてテレビを見ているといった状況になります。もう一度それやってみたいと思います。で、こちらの方、これ、ちなみにこちらの一リマ出力は 1080p なので、直接このコンバーターを使っても解像度っていうのは変わってないという状況なので、今回に関しては解像度の影響というのは関係ないだろうとは思います。ここでデジタル信号でアナログに変わって、で、アナログ信号からまたこうデジタルに変えてあげると、なぜか映ると。まあ、そういった状況になっています。そうしますと、フリーズしてしまいます。なので、先ほどお伝えした再起動をかけるという必要があります。はい、このように見れます。で、見えないかもしれないんですけど、ここ 1080p って出てます。コンバーターからの出力による解像度の表示ということで 1080p って出てるんですけれども、まあ、そうすることによってこういった形でRCA から HDMI に変換して、で、このような形で、ポッドキャストでも地上波が見れると、まあ、いうことになります。じゃあ、ちなみに 1080p だったらどうなのっていうことで、1080p も切り替えてみたいと思うんですけれども、はい、こんな感じになります。これが映らないっていう状況です。なので、720p だと、もうそもそも対応していなくて、映らないと。まあいう状況なので、あえて 1080p に切り替えていると、まあいった状況になっています。で、またもう一度同じことをして戻します。はい、そうすることによって、パッとこう地上波が映るようになるということで、まあ地上波がしっかりと見れるということが、今回この動画でお分かりいただけたんではないかなと思います。で、最後に、このメリット、デメリットっていうのがあると思います。メリット、デメリットというのは、費用的な問題です。費用対効果としてどうなのっていうことで、ご紹介をしていくんですけれども、まあ本来でしたら、こちら、テレビキャンセラーがあるので、テレビキャンセラー使った方が安いんじゃないのという話があるかと思います。で、今回私これ2タイプ、テレビキャンセラーと、それから、ポッドキャストを使って、地デジチューナーを新たに増設した場合ということで、どちらがコストメリットが高いのかということをご紹介していくんですが、まずはこちらのテレビキャンセラーなんですけれども、 Amazon 等で買う場合、私もこれ動画でご紹介してるんですけれども、物としてはまあ5000円ぐらいからあります。で、テレビキャンセラー最近のやつはオンオフで設定ができるようになっていて、まあ、純正ナビに対応させるためにキャンセラーをつけちゃうと純正ナビが効かなくなってしまうので、そのためにここテレビを見たいときはテレビキャンセラーを入れて、純正ナビを使いたい場合はテレビキャンセラーを切るといった、まあそういった使い方ができるようになってて非常に便利になっているんですけれども、価格としてはだいたい5000円ぐらいからなっています。で、自分でつけられる方にとってはもうテレビキャンセラーが一番コストメリットとしては高いと思うんですけれども、ただしテレビを見ながら純正ナビを作動させるということができないということがあります。メリットとしては前提がありますが、自分で付けられるのであれば非常に安く抑えられる。デメリットとしては純正ナビを使いながらテレビを視聴することはできないと、まあ、いうことになります。で、もう一つあります。主にデメリットになるんですが、価格として参考までにトヨタディーラーで付ける場合ですと、もうこのテレビキャンセラーとコーチンだけで2万円を超えてしまうということで、コストメリットとしても付ける場所によって変わってくるということになります。一方で、テレビキャンセラーを増設した場合はどうなのっていうことなんですけれど、こちらのマックスインさんの地デジチューナーは1万5000円で購入することが可能です。で、このケーブル自体も全部ついています。ただ、この
コンバーターは買わなきゃいけないんですけれども、まあ、コンバーター自体はまあ2000円ぐらいのものなので、まあ、大体1万7000円ぐらいということになります。そうしますと、自分でテレビキャンセラーを設置した場合と比べると、コストメリットとしては自分でテレビキャンセラーを設置した方が安い。ただし、テレビキャンセラーのデメリットとして、純正ナビを使いながらテレビが視聴できないというのがあるんですが、ポッドキャストを経由して使う場合は、純正ナビを使いながらテレビを見ることも可能というメリットがあるということになります。ディーラーでつけてもらう場合、2万円かかるということでお話をしたわけなんですけれども、ディーラーでつける場合だったら、こちら。このセットで1万7000円ぐらいで買えてしまいますので、つける自信がなくて、ディーラーに頼らざるを得ないという方にとっては、こちらのマックスウィンの地デジチューナーは非常にコストメリットとしても高いと、まあ、いうことになりますので、つける方によってコストメリットというのは大きく変わってくると、まあ、いうことになります。ただ、機能的なメリットということで言ったら、こちらを経由して使うことになりますので、テレビキャンセラーを使いませんので、地上波を見ながら純正ナビも見れるし、安全支援装置、アドバンストドライブ、にも影響をきたさないと、まあ、いうこと。さらに、まあ、これ自体は地デジを見るだけじゃなくて、もともとはインターネットの環境整備をするためのものになっておりますので、ネットも見れてしまうと、まあ、いうことになりますので、機能的なメリットとしては非常に高いものになっている。トータルとしては非常に高い、優れたものになっていると。で、地デジチューナーとネットをスマートにまとめることができるガジェットということで、まあ、トータルで考えたときにどう捉えるかと、まあ、いうことで、まあ、その人の考え方次第になってくるのかなと思います。はい。ということで今回なんですけれども、こちら、オッドキャストを使っての地上波の見方ということでご紹介をいたしました。まあ、これら今回ご紹介したガジェットなんですが、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ興味のある方は参考にしてみてください。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。